ブラックあるあるブラックあるあるわっしょい上司の説教で終電逃すパワハラ上司パワハラ上司ブラックあるあるブラックあるあるわっしょい抵抗ペンギン一発屋芸人のその後。いやー大人気だね僕たちのネタ。大事なのはここからだ。ここで終わったら一発屋だからな。心配性だな。みんな僕の可愛いキャラの虜だから余裕だよ。言うほどその層はいないと思う。あ、バカの視聴者騙してこれからたくさん稼ぐぞ。この腹黒パンダめ。ダサい風潮。なんか最近ウケないね。飽きられてきている感じはあるな。まぶっちゃけ僕ももう飽きてるからね。飽きない工夫をしてくれ。ブラックあるあるの人だ。ありがとう。君は僕らのファンかな。はあ、今学校でブラックあるあるダサいって言われてるよ。え、いつもブラック企業に文句言ってるけど、そもそもブラック企業程度にしか入れない自分を見つめ直すべきなんじゃないの。ああいう社会に文句言うだけで何もしない大人にはなりたくないってみんな言ってるよ。ガキのくせに。おい、素が出てるぞ。ま、これからも自分の服を社会のせいにしてせいぜい頑張ってよ。とんでもない子供だったね。意外とこういうのは子供から飽きていくんだよな。ジレンマ。やばいよやばいよペンギン、早く新しいネタやらなきゃ。いや、それは難しいだろ。なんで？もう飽きられてきているとはいえ、俺たちを呼んでくれている人たちはブラックあるあるのネタを求めてるんだ。他のネタをやったら期待を裏切る形になる。いや、どうすればいいんだよ。これが一発屋芸人が陥るジレンマだな。新人。よっシャチラップの時間だぜ。なんで俺だけウケてんだ。そんで俺はウケてんだ。 PL で言えば俺はウケなんだ。イエーイ。すっかり俺たちより人気だなシャチ。チッキショー、なんとかして足を引っ張ってやりたい。あいつ足ないけどな。ウケない。ブラックあるあるブラックあるあるわっしょい。家より会社に多く泊まる。よ、徹夜作業徹夜作業。ブラックあるあるブラックあるあるわっしょい。全然ウケなくなったね。最近は地方の営業ばっかりだしな。このスーパースターがこんな田舎に来てやってんだからもっと笑えよって思うけどね。まずはその態度から改めた方がいいと思う。テレビから YouTube。 全然ダメだね。何がだ。この前活動の場を広げようって YouTube 始めたじゃん。けど全然伸びないんだ。売れなくなって YouTube に行く芸人は多いけど、ちゃんと YouTube で受けることをしないと伸びないよな。そっか、 YouTube なんて所詮テレビの介護官だと思ってたけど、そうじゃないんだね。そんな気持ちでやってるからダメなんじゃない。引退。仕事なくて暇だね。パンダ、言いたいことがあるんだ。何？新しいネタ思いついた？いや、俺は芸人を引退しようと思う。え？将来のことを考えるとな。そっか、うん、分かったよ。すまんな。お前はどうするんだ？僕はもうちょっと夢にしがみついてみるよ。そうか、頑張れよ。応援してるぞ。そして、ペンギン、10分前に渡した仕事終わったか？あの仕事が10分で終わると思う？さあく、しょうがないな。明日までには終わらせとけよ。はあ、ブラック企業は大変だ。このグラビアアイドル全然可愛くないのに、いろんな気取りなんですよ。パンダ、ほんま腹黒やな。あいつにまた突っ込みたいな。パンダ、最近はドッキリ動画が流行ってるらしいぞ。僕らもやってみましょうよ。そうだな、もちろんやらせて。次回、労働基準監督署に電話相談してみたドッキリ、やらせ万歳。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。